皆さんこんにちは。1993年にタレントのひろみさんと結婚された松本伊代さん。そんな松本伊代さんが11月26日 TBS は同局のバラエティ番組狼少年に出演し、落とし穴で圧迫骨折と診断されていたことが明らかになりました。また松本さんには過去に引退を覚悟していたという噂があります。そこで今回は松本さんが圧迫骨折してしまった背景や過去に引退を覚悟していた理由についてご紹介していきます。まずは松本伊代さんの簡単なプロフィールから。本名小園伊代、生年月日1965年6月21日出生地東京都大田区、血液型 B 型、配偶者ひろみ線、身長157センチメートル。11月26日松本伊代さんはバラエティ番組狼少年に出演した際に事件は起きました。松本さんはクイズコーナーで不正解となってしまい、深さ 2.7 メートルの穴に落下したといいます。穴にはクッションのためウレタンを敷き詰めていたと言われていますが、その後松本さんはしばらく立つこともできない状態になり、医師からは腰椎を圧迫骨折と診断されました。現在は入院中とのことです。腰椎圧迫骨折とはどのような骨折なのでしょうか。 TBS によると全治は3ヶ月と発表されています。中高年の女性を数多く診察し、圧迫骨折の症例を多数見てきた医学博士の岡田雅彦氏によると、元通りにはなりませんよ。潰れてしまった骨は基本的には元に戻りません。元の缶詰のような形になることはないということです。手足などの骨折はギブスを巻いて時間が経てば自然につながって元に戻りますが、腰の骨は潰れたら元には戻りませんとの診断がなされました。腰の骨、腰椎というのは横から見ると丸い缶詰のような形の部位と突起で形成されています。それが積み木のように5個連なっており、それがバラバラにならないようにお互いが靭帯で結ばれています。腰椎と腰椎の間には椎間板というクッションがあり、これによって人間は柔軟に体を回転させたり曲げたりできるわけです。圧迫骨折とはポキッと折れる普通の骨折とは違い、人間の体は一番上に重い頭があり、首の骨、胸部分の骨である胸椎、そして腰椎で支えられています。例えば骨の弱い人が転んで尻餅をつくと、重力で上下から圧迫されて骨が潰れてしまう。これが圧迫骨折となります。潰れやすいのは腰椎の缶詰のような部分であり、ここを椎体と言いますが、このお腹側が潰れやすく、靭帯や神経は背中側を走っていますが、重症な圧迫骨折ですとそこまで影響を及ぼします。神経まで圧迫されると手足が動かなくなったり、激しい痛みが出て手術する必要が出てきます。人間の体は骨や関節だけで支えられているのではなく、骨がバラバラにならないように靭帯が間をつなぐように存在し、その周りを筋肉が守っています。そのため筋肉が弱い人も骨折を起こしやすいと言われています。圧迫骨折を予防する方法としては、普段慣れていない動きを急にしないことが重要になってきます。年を重ねても日頃からテニスをやっているという人がテニスで怪我をするといったことはあまりないと思います。しかし慣れていない動きや突然どこかから飛び降りたりすれば事情が違ってきます。落とし穴に落ちるということは慣れていない動きの極端な例と言えるでしょう。そのためタレントさんでも高いところから飛び降りる、落とされるなんてことは日頃は行わない動作です。体を鍛え筋肉で体を守れている若い人でもないと到底許される動きではないと言えます。圧迫骨折に限りませんが、タレントが番組収録で骨折してしまうというケースはあまりに多く、松本さんの他にゆうちゃみ、サバイバル水鉄砲一撃、日本テレビ系ロッチの中岡総一、世界の果てまで行って急、日本テレビ系ジェラードンのアタック西本、アメトーーク、テレビ朝日系武田雅治、新しい鍵フジテレビと、今年に入って明らかにされているだけでも5件ありました。もちろん若い人でも何らかの衝撃を与えられたら圧迫骨折に至る可能性はありますが、圧迫骨折に至りやすい要因として
一番考えられるのは骨粗しょう症です。圧迫骨折となった人のレントゲン写真を見るとよくわかるのですが、骨のカルシウムが抜けてスカスカの状態となっていることが多く、骨粗しょう症が進んでしまっている人は椅子にドスンと腰をかけただけで骨が潰れたりしてしまいます。潰れた骨は戻らないので完治はしません。ただ元には戻りませんが、潰れた骨はしばらく経つと潰れたままそれなりに固まってきます。大切なのは最初の 1-2 週間の安静にすること。この間に無理をすると接着しようとしている骨がまたボロボロになってしまいます。そのため2週間くらいは安静が重要であり、その後潰れてしまった骨がさらにずれないように腰の周りを硬いコルセットでしっかりと固定してリハビリとなります。それがだいたい 2-3 ヶ月程度かかってしまうのです。この一連を受けて TBS は怪我をされたことに対し、松本伊代さんをはじめ関係者の皆様にお詫び申し上げますと謝罪。事故発生の経緯については、この企画は過去に2回行っており、今回も事前にシミュレーションを繰り返し行い、着地する場所にはウレタンを大量に敷き詰め衝撃を吸収するなど安全対策に努めておりましたが、このような結果となり大変申し訳なく思っております。今後同様のことが起こらないよう番組制作に際しての安全管理をさらに徹底してまいりますと説明しました。この発表を受けて、年齢を重ねた松本さんを落としたことについて批判の声も上がっています。若い AD と突然落とされる57歳では条件が違いすぎるよね。伊代ちゃんが落とされても心配しかないだけ。57歳の女性なら骨粗しょう症になってる可能性もあるのに、20、30代とは違うんだよ。松本伊代さん、体を張るタレントではなく、そういう年齢でもないのに、どうして落とし穴なんかに落とされなければならないのだろう、など、松本さんを心配する声が寄せられました。また松本さんは過去にも私生活で運動中に無理な体勢をとったことで背骨を圧迫骨折しています。この時骨折したのは胸椎、腰椎の上に並んでいる胸部の骨でした。特に女性の場合は、閉経後、更年期以降、女性ホルモンが減ることで骨粗しょう症が進行しやすいため、骨折が非常に起こりやすくなってしまうのです。こうした背景があったので、松本さん自身、あまり無茶をしてはいけない、という意識はあったと思います。また松本さんは2017年2月、早見優さんと共に、京都市内の JR 山陰本線の線路内に無断で立ち入り、鉄道営業法違反容疑で書類送検されたと報じられたことがありました。その後起訴猶予処分となりましたが、松本さんの芸能活動は自粛気味になり減少。2017年5月に放送されたダウンタウンナウフジテレビ系に出演した際、松本さんは名古屋と大阪の仕事はしてますけど、東京でのスタジオの仕事はほとんどないですし、家にほとんどいて、宅急便の人にも本当に家にいるんですねって言われると明かしていました。以前仕事が激減した当時は、このまま全部仕事がなくなったら引退する覚悟でって言うと芸能界引退を意識したこともあったと話していた松本さん。騒動から5年経っていますが、仕事に熱心な松本さんは来た仕事は全部受けようという気持ちが強かったのでしょう。現在の所属事務所も夫のひろみさんと伊代さんだけが所属している事務所で、ほとんど個人事務所のようなものであり、事務所が取ってきた仕事を押し付けられたわけではないとしたら、松本さん自身に少し焦りがあったのでしょうか。実際2021年に骨折した際も大阪のレギュラー番組を欠席することになり、強く反省していたようです。芸能生活が長ければ長いほど頑張りすぎてしまう一面があるのかもしれません。いかがだったでしょうか。今回は松本伊代さんが圧迫骨折された原因と過去に引退を覚悟していた理由についてご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。